こんばんめちゃん今日もお疲れ様ですたかゆきさんこんばんぜありがとうみけんたん,んめいちゃんざいざいともこんばんめーちゃんこんばんめーちゃんじめまして初見です嘘つき嘘ついちゃってめいさんこんばんで今日のチャイナ服に合ってました本当えー、全然声大丈夫だよ元気元気めちゃくちゃ元気だよ いや思ってる以上にめっちゃ元気よ思った以上にねすごく元気よ メイちゃん、ナポちゃんヨフーメイちゃん、ヤッホー、アイマール。俺とメイの最初の絡みやろ。んジェットジェットくん、こんばん、こんばんリリーベのライブ動画ってアップしない方がいいのかなどうなんだろうね。運営さんに聞いてみてもらったら嬉しいかも。アイマるル、お疲れ様。ありがとう。今日はどうめっちゃ元気よ。声が枯れてる。あら、まあ。ヤギちゃん。こんばんは。 こんばんざい,こんばんざい新年会からホテルに帰宅、四時会まで行ってしまった。楽しそう、四時会まで行くだなんて。ツイッターの写真見たけど、今日もいい足でした。カズーさんオッケー、オッケー。<laughs> ヤギありがとう。ちょ、ヤギ。これはヤギに見えるのかな今日の着てる服は、すりザリ。 スリザリンのやつです。<laughs> スリザリンも本当スリザリン。あのあれのあのなんだっけ？ハリー・ポッターワンピースっていうの出てた。<わ>アリサちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。コスプレの写真見たけど強すぎますね。 最最強最強めいちゃんハリーポッタ好きだよなんか私ハリー・ポッター見れなかったんだよ昔まで前見れなくて怖くてハリー・ポッターが怖くて見れなかったんだけど二十歳超えてから見れるようになりましたで私はスリザリンが大好き。 <laughs> それぞれに行きたい <laughs> リリーメの動画ってよく仕組み上げてるよ YouTube うんワンマンまであと2日ドキドキワクワクドキドキで壊れそう1000%ヘイ JDR さんこんばんはんん今日高さがないんだあんましポ <laughs> スカとか入ってるセット いいんじゃない？いいんじゃない？たチたチおやっほー、みいちゃんやっほー。体が痛い。それはやばいんじゃないか？僕もスリザリンだから仲間ですね。それは仲間だ。スリザリンとか待ち伏い。さ <laughs> さはスリザリン。ぬ、ね、るちゃんこんばんは。こんばんは。 あのねスリザリンのねマフラーも持ってる仕事で忙しすぎていたいお疲れ様でございますかわいいデーモン国連と同じ誕生日の人こんばんざいこんばんざいルイボス黒豆茶を飲んでますおいしいのよ 今日の目標睡眠時間はん今日の目標の睡眠する時間ベッドに入る時間の目標は決めないと4時ぐらい今寝たい4時には寝たいなの気持ち寝れるかな鈴葉ちゃんピッピ エベは動動画画ししかんまな今度いちゃのもお願いしますぜひゲットしに来てください作業は終わってないの <laughs> もう永遠に終わんないやばいほんとに量が莫大すぎてね笑けてきちゃったやはり遅めいつもそうなのよさっき1時間寝たから元気よ1時間寝ました 私服巻き下ろしを狙ってます明日来てくれる人募集中だよ4時して気象予定は気象予定は10時かな10時に起きれたら天才かもしれんそんなこと言っていつも12時ぐらいまで寝るんだよな,なんか5時6時ぐらいまで結局やっちゃって 六時12時ぐらいに起きるのが最近あるくしゃみものまね動画何回も見てるアサ <laughs> ジュリアのくしゃみのものまね動画寝てんのかな今最近でもさっき「我慢するなんか普通にしてみる」って言ってちょっと瞬間にくしゃみ出なくなってたから多分くしゃみ出ない出せないと。 コタがめいちゃんの動画自慢してくる <laughs> 40秒の動画がいつもあるんだけどさすごい照れちゃうんだよね40秒えっ <laughs> ってなっちゃうもう1分とかになったらもうあ <laughs> ってなっちゃう後半後半えっ、ー、って終わっちゃうよあと <laughs> でりんご食べるの一緒にりんご切りに行こういや目が切るんだけど結局 サランラップです。しっかり寝ないとおじさんみたいに一日伏せっちゃうから。あれ可愛すぎて一人でニヤニヤしてるの。あれ本当にいつか見れたらいいな気持ちいい。うん大丈夫そう。視点が変わった。<laughs> 今のスクショ撮られてたらちょっと危ないこの服はねちょっと鎖骨が見えますねいいお嫁さんになれちゃうかもこちら118円で買ったりんご すぐ皮食べる人ですか今の撮りたかっためっちゃ鎖骨見えるんだよねこのでも中裏着物だよ一応ちょっとだけだけどいいお嫁さん絶賛募集中です <laughs> クラこんばんだこんばんだおやすみおやすみいやもうなんか結構なんだろう オールができなくなってきました包丁の方浮気しちゃダメだよ <laughs> 赤バされそう危ない人だっっ <laughs> なんか年々オールがきつくなるというか本当にオールがきつくなる年になってしまいました でもうね、本当にオールがきつくて。オールがきつくてさ。困っちゃうわ、わ本当に。上手でしょめっちゃ綺麗。あ,あ。<laughs> うさぎさんリンゴは皮食べる。素晴らしい。ありがとうございます。すごい性癖が。 意外とね私はリンゴ皮食べる人です。皮に栄養が詰まってるから食べちゃう。いつも皮まで食べちゃう人です。うさぎさんはりんご皮うさぎさんにしなくてもね皮美おいしいよ。皮苦手な人いるよね。知ってるんだけど私の弟もちょっと向いてた記憶が。 ピリ、ピ、結構美味しそうなリンゴでございます。いいお嫁さんになれるかな？なりたいな。なれることなら。 若奥さん感が半端ない <laughs> 奥さん結婚願望がないので奥さんになる未来はあんま期待できないですけど <laughs> やめちばくんこんばんはお料理配信というかねりんごを食べたくてりんごを切っているところです 意外とね意外とこういうことはできるのよ包丁がさもう結構使ってるからさ切れ味悪くてさ。 生活感がすごい配信 <laughs> でもすごい綺麗に切れました意外とできるんですよ料理 <laughs> 彼女感どうぞ <laughs> 久しぶりパパ彼女感ある手料理が食べたい。 でも人にあげられるレベルではないめっちゃ綺麗じゃないリンゴうんうんうんおいしいおいしい,おい,しいリンゴジュースみたいな味する やウサギさんにしたら食べれなくなっちゃうみんなのリンゴ食べたい欲を刺激する人になってる <laughs> <laughs> おいちいうますぎて馬になっちゃうわだってさ自分だけが食べるのにうさぎにしたらむなしくない 誰かにあげるるんだったら全然おでもやるけど自分だけが食べるからさ料理もそうだし何でもそうなんだけど自分よければいいやみたいな自分が美味しければいいやぐらいの気持ちでいつも料理作るから私は美味しいけどみんなが食べたら美味しいかは分かんない。 昨日断食中だったの。ああ、美味しかった。昨日にしたらよかったかもしんない。<laughs> 自分のためにでもよくね。うーん。サーラはあんまそこに対する効率は求めない人かな。なんかその、うん。自分に対してあんまり、なんとかしようっていう気持ちは少ないかもしれない。自分が、なんか、可愛くするっていう欲よりも、早く食べたいっていう欲の方が。 新宿タワレコに椎名林檎様のサインがあったそういっぱいあるんだよそう芸能人のサインがいっぱい <noise> 自分だけだと見た目はこだわらないうんこだわらないですレスちゃんヤッホー結婚はしないけどヤッホーよしヤッホーめいちゃん また会えたね会えてね来てくれてありがとう <laughs> これであれだねみんな明日たりんご食べるのかな <laughs> ビヨンズさんの推しのサイ最後が出てたえビヨンズ誰推しなのでとでトくんリンゴを食べてますリンゴ食べたくて買っちゃった 私はこの川の近くが好き。ここ川も好きなんだけど基本的に。リンゴ。うーん。よっちさんこんばんは。こんばんは、ね。こんんね、マイココちゃん。可愛い,いよね。本当目はビヨンダにし出しよりちゃん推しです。 ちゃんも好きなんだけど推しが多すぎて決められない <laughs> 今日ねハイツインしてたんですよマジこんな感じのハイツインうち2曲目ハイツインで出てて 耐えられなくなってけた <laughs> 耐えられなくななくってなんか恥ずかしくなっちゃってあと今日新月あったからいやツインテールで新月はきついなと思って34曲ん ?3 曲目の間にポニーテールに変更して4曲目にも出てポニーテーでって感じだった今日はだから今日ライブ見に来た人はね2パターンのエサあが見れたことになりましたね 言ったらスリーパタンーリンゴうんーりんごの木植えたのうんみかんいいなみかんハーフツインが好き昨日も言われたのそれ昨日もハーフツイン好きって言われた 明日は何の髪型にしようかな明日絶対汗かくよねいや外れるかなと思ってツインテールポニーテールもちょっと危ういけどツインテールの方が外れやすいんだよねむニュんって。 あと髪の毛振り回すからさ隣の子に髪の毛が当たりがちツインテールは時に凶器だからな明日のリリーフはタワーレコード渋谷本店じゃ渋谷店さんでの5階です見に来てね3種類あるの 私服はスカートにしようかなって思ってるそう髪の毛って狂気になっちゃうからさ明日は私服可愛いいの着てくから誰かタピオカデートしましょうそんなにタピオカ飲める人じゃないんだけどあんま飲んだことない。 っ髪の毛って痛いんだよ当たるとたまにメンバーの髪の毛顔面に当たるんだけどさ「いって」ってなるもん「わーって言ったらねなんか筆みたいなやつをさプシーンってやられるようなもんだからねギャップ萌えの真骨頂が見れる気がする「新月ついてる?」やばいよ絶対めっちゃ痛いと思う 今日日はデブな日です、ね、ずっと食べてる何かいや本当ダイエットするって決めてるけどさ気づいたらものを食べてるっていう恐怖どうやったら痩せれるかなみんな助けておおそう明日はスカートにしようかなって思って。 なリンゴ食べた方がいいよ、美味しい。今旬なのかな？いや晩ご飯はちゃんと食べた。今日は野菜チンして。 キムチ納豆豆腐と食べたあと鶏肉を焼きました一応メニューには気を使ってはいるんだけど今日イカリング食べたからちょっとデブ <laughs> まさかまさか明日はあんま食べない日ですね多分食べちゃいけない日だもしタピオカが飲めればあんまり食べられない <laughs> フルにライブお疲れ様、ありがとう。 馬になっちゃう <laughs> <laughs> ドラマついで。 手先が赤い人が動いて褒められててなんだか自分が嬉しく、そう髪の毛赤い子が俊敏な動きをしているみたいな、書えててめっちゃ嬉しすぎた。皆さんもぜひ見てください。今、Amazon プライムで見れるので。センチネル2というアクションドラマの方に出演させていただいております。ぜひ、見てください。アクション頑張ってます <laughs> メイちゃんかわいすぎて川が流れちゃうわね。川が流れちゃう。いいことだ。<laughs> 日本の自然的にはいいことだ。メイちゃん。こんばんメイちゃん。こんばんメイちゃん。ミミル。昨日の夜はキュウリとちくわしか食べんかったよ。生ミール5、6杯飲んだ。ビールってでもさ、米だ,米だっけ麦だっけわかんないけど。だから太るよね。 もぐもぐしてるの、ね、久々じゃないめごくごくごくはよくしてるけど最近ビールは麦麦か でもビールは太るイメージなんだよな飲まないけどチラ見せの動画も良かったもうアクションだけで1時間ぐらい撮影してたのかなめっちゃ撮影したので何回もやり直して。 次の日ほんと筋肉痛どころじゃなかったぐらい頑張ったのでぜひ見てほしいですツインテールからポニテに変わったから一度で二度美味しいメイちゃんだったそうなのよ今日はほんとにね可愛い,い日だった <laughs> 明日のライブのポジション 結構やばいですよ。なかなかない。久々にやるポ,ポジションがあるので、今のところは。ポニテにした理由が納得だった。新月があったから。<laughs> 新月の存在忘れてたんだよね、ツインテールして。しかも本当はツインテールじゃなかったんだよ。あ、ここからお団子にしようとしてた そしたら時間がなくてもうツインテーでいいやと思って出てたんだけどあれ待って新月出るわと思ってまああとはただただちょっとツインテールの自分に耐えられなくなったのも理由 <laughs> そうなのよ カッットアップスタジオは基本的には新月できるかな。けもたんこんばんは、ね、いこんばんは、ね、い日のライブに来たらいいことあるよ、たぶん。<laughs> メイちゃんだよ <laughs> お団子にするって動画で言ってたのを聞いてコスプレ衣装と全て一致したそうそう明日リリーベケモタンメイちゃんだよ 新月でリフトされるのを見たいえ、見たことないっけタピタピしたかった、うん、来て欲しかったおじゃまさんこんばんね007 <laughs> 久しぶりですあ、可愛い,いあ、ツインテールで 絶対行く待ってて待ってるだった14日ごめんなさいえっ、ー、来ないみんな14日来てリリースイベント待ってるよお団子こっちでやればよかったね福岡出張わーなんてことだ 昂タの優しさには感動したタコちゃんタコちゃん優しいんだよお団子でもお団子すると赤髪感なくなるんだよね渋谷か新宿のタワレコなら食べ物特典可能性高いからそれを見計らっていくか待っておる待っておるよ 観覧車多分後半頃に出てくるんじゃないかなっていう思います後半。 大丈夫この配信。めただ、りんご食べてるだけみたい。観覧車は全力回避。ダメだよ、ケンボタン。<laughs> 15分一緒に <laughs> 乗ろうよ。<laughs> そういえばこないだウエストを測ったんですよそしたら1センチ減ってて体重減ってないのになんてことだっていうビレバンでお買い物したいあれ楽しいよねお買い物企画めっちゃ楽しいなって思う高所恐怖症にはしんどいやつあーまあそれはそう 正直に言うとメンバーそこまで彼氏得意ではないよ。でも、みんなで乗ると楽しいんだなって思った。前回。4人で乗ると。か前に、いっちゃんと2人で乗ったことがあって、あそこの観覧車。2人でマジ無言だったもん。あんだけうるさいうちらが。<laughs> 怖すぎて、2人で乗った時、夜、夜に乗って、めっちゃ風がついてて、めっちゃ揺れるの。 もうほんとに死ぬかと思った観覧車の中でほんとにいっちゃんと2人で「えやばくないこれえこれやばいよね落ちたらどうする?」みたいな <laughs> 話をしたことがあるでもそれ漏れなくもう一人ついてくる。 だからねレベル3がついてくるよ <laughs> まだね多分いい方だよバンドリージャパンメンバーとファンの人だけみたいなペアでっていうのはいい方だと思いますよだって本当はレベルのスタッフさんとかと3人だからねなんかなんて会話してもいいか分かんなくなるよね 今回の名古屋はやるんじゃないですか同じとこだし。多分だけど <laughs>。観覧車は特典券が何枚だったっけ前。でもなんかその中で撮影し放題だったんだよ、カメラ。携帯とか。 台湾に困る漁業だからメンバーとファンの人が22で乗るのが一番楽しい。都内で K2 から吉祥寺回,す回して。待ってるよみんな待ってるよもう安原に会いに来て。 でもね、思いのほか B チーム楽しいよ。<laughs> もちろん、毎日悔しい気持ちもあるし、A になりたいっていう気持ちは強いんだけど、でも、学べることとかいっぱいあるし、普段立てない立ち位置に立てたりとか、なんか、すごくうんいい1か月を過ごせるなって思います 来月どうかはまだ分かんないからさレイベルさんの方がいいな空気になっていただけれ目緊張してお話ししたくなっちゃう <laughs> 緊張してんだよ意外とそう髪イベです二人はないです <laughs> そうお祭りランりン件なのでいっぱい会いに行ってください1月2月3月4月5月年中じ休めみいちゃんらしい発想で本当素敵でもね もっと自分が悲観的になるかなって思ってたんだけどでもやっぱなんか立ち位置とかがやっぱ後ろになったりとかうーん例えばだけどこの間のこの花の時に自分が真ん中立てなかったりとか自分がいるのにセンターに立てないとかそういうところでめちゃめちゃ悔しさ感じるし見てるともう涙がでしょになるぐらい悔しい時はいっぱいあるんだけど。 でもうんこういう悔しい気持ちをずっと感じ続ける1か月っていうのは大事かなと思います思ってますめっちゃ悔しいんだけどね B の方がいいかもダメだよだってこの花センター立ちたいもん甘えてる甘えてる <laughs> 立ちたいからできることなら誰にも譲りたくないしっていうぐらいすごく大事な曲だからちゃんと自分がふさわしいって思ってもらえるように頑張りたいなと思います。 そうななこちゃんの生誕祭めっちゃ出たい人が多いほどコミュ障になるタイプ二人きりの方が強い二人きりの方が強いのでも二人はないかな三か四だね三か四でございます 呼ばれるかな呼ばれたい今 ASMR みたい <laughs> ね下手くそだわ <laughs> でしょみんなに、ね、もちゃんとそういうそこに立ってる自分を見てもらいたいからちゃんと立てるように頑張ります だから、来月も、再来月も、その後も、A グループでいられるように、今回のこの B グループの期間を、いっぱいいっぱい頑張って、みんながもっと好きになってくれるように頑張りたいなと思います。ちょっと恥ずかしくなっちゃった。画面から外れるね。<laughs> 耳が幸せになった。 下手くそだわとるるこんばんはこんばんはやあやあコールはやっぱりめいちゃんじゃなくなりだったんほんでもめいもあのコールすごい好きだからちゃんと聞けるように頑張る毎日 明日は新宿ブレイズでライブもあるんですねも出れないんだけど予約は受け付けられるからよろしくお願いしますやっぱ皮が美味しいんだよな いや、なんか、別にメンバーにコールしてるとかって思って、嫉妬はするけど、はぁとはならないし、別に。だけどなんか、そこに目が立ってたらなーって思っちゃうから、頑張る。今 <laughs> だったら頑張る。め <laughs> いちゃん推しじゃないけど、めいちゃんを慰めたい思いがある。本当なんか最近それみんなに言われるんだよ。 そんなウエッティーな感じします <laughs> ワンマンだからなワンマン一部から待ってますみんなワンマン来てくれる ?1 月14日あと2日新宿ブレイズで一部二部あるんですけど来てくれたら嬉しい一部はしかも入場無料だよ会いに来て侍へそこは頑張るよ まんま行けんくなった、ごめんな、あ、そうなの。ブレイズすごいね。い来てほしい、本当。三部だけだったらいける、三部、二部、二部、二部かな <laughs>。二部かな、待ってます。会いに来てください。 めいちゃんの予約特典は今日買ってきたので、まあ、ちゃんと全部は買ってないけどお手紙書くからお手紙と、まあ、あと袋とかちょっとしか招待できなかったえー、でも読んでくれただけありがたいありがとう大学のテスト期間で耳をテスト期間なのわお もしテストいけそうって思ったら <laughs> 来て逆にね活力を与えられるかもしれないお部？お手紙はやばい欲しいやばい欲しいいやでも結局推しメンがセンターやってたらやっぱ印象には残るんだよお手紙書くからみんな来てお手紙書くから来てほしいわけじゃないんだけど普通に来てほしい 今もワンマン関係のことをずっとやってて寝てないんですけどそれもみんなに喜んでもらいたいからなのでふん会いに来てほしいな会いに来てほしいなの気持ちです会いに来ておくれ。 ブいブいまあどのライブも来てほしいんですけどね <laughs> 結局は結局はそうなっちゃうんだよでも毎なんかね会えたらいいなの気持ちですめいちゃんコーデ全力待機安原コーデはないよ多分。 ないですね。さらこうでは多分ねないと思います。<laughs> あってあそこだよ。ああ見てほしいの。あの一番センターがレアであるぐらい。全力待機待ってます。いやーマジで会いに行きたいお気持ちですよ。待っておるお気持ちですよ。 待ってるんだよよよよよろししくお願いします <laughs> 一回やりそうだったけどなくなったとか言ってなかったっけえ違うくじ引きでやれるかもしれなかったけどもちろん私がくじ引きでセンターを引けるはずもなく。 もちろん引けるわけもなく終わりました <laughs> 一応ね覚えてはいるんだよ立てるけど立たないっていう <laughs> そういう感じ立てるけど立たない宝くじ当たったらもっといけるのに勝ってないけど宝くじね目も買ってないんだやっぱ当たるとね世界は変わるんだろうなでもそれを宝くじが当たったらっていう妄想する権利すら私にはないだって勝ってないからね ワンマンライブ来たら今年一番幸せに今年は幸せになるので是非会いに来てくださいえセンター何えコーデがいいのなんかこの間金魚が見たいって言われた記憶があるんだけど金魚かと思ったけどね金魚も意外とやってないからね やりたい位置とかもあんまおめかばんな桜チルはやってみたい最善センターで座るのはロト6当たったらこの間8,000円8,000円でもでもでかいよだってねえ増えれば増えればいいことだから。 宝くじって銀行行ったら買えてもらえるのそういうわけでもないのえー、今メイが持ち1000万ぐらい当たったら何するだろうまず家を買うマンションマンション買います もう家賃払うの大変じゃん毎月おつめいちゃんおつめいちゃんチュンさんごちですってめ <laughs> いちゃんコールがやりたいがためにやってたあそうなのでもコーデよりはそっちの方が立ってみたい金魚のが立ってみたいですね 口座に振り込まれる。あ、そうなんだ。そういう仕組みもあるんだね。急に100万とかってすごい。1000万当たったら、ほんと狭くていいから、マンションを買いたい。<laughs> の一室。買って、暮らすでしょ ?1000 万は無理か。じゃあ1億で。1億。 なんんか一室を変えれるじゃんそれをやりたいのとあとは家族を旅行に連れて行きたい家族を旅行に連れていくでしょあとはう夢がない女だな あ、実家をもっときれいにしてあげたいしたいでしょあとはうんーと半額はもうバンザイジャパンに渡す活動費にしてくださいって <laughs> そしたらもう残りは少ないんじゃない あとはそのお金を使いながら細々と生活したい <laughs> 来年のタンプルはマンション無理無理 <laughs> 家族もいないた訳あって脅せないのですそうなんだよなえでも正直めいコーディネート・トゥ・フェイチャーと10人トゥ・ロはそこまでセンター立ちたいって思ったことはあんまないかも10人トうロはもう 私の中でセンターはあゆちゃんが強すぎてあゆちゃんのそこが好きだからあと自分の位置がすごい好きあそこはなんだろう自分のダンスとかパフォーマンス力が認められてるからあそこになってる気がしてだから10人といろんなポジションはね自分の位置すごい好きなんですよ でもそのそんだけあればさメンバーみんなで海外遠征も行けるだろうしっていう夢 <laughs> みんなで行きたいっていう夢があるからでもすごいお金がかかるのも知ってるしだから全員で海外遠征とか行けるように使ってほしいなって思う私たらそしたらさだってさ ワンマンライブとかもちょっと,となんかあれになるだろうし衣装とかもいっぱい作れるかもしれないしそれこそねメンバーみんなで国内遠征全部回れるかもしれないじゃん大型バスとか買っちゃってさわあ夢あるー夢がありすぎて困っちゃうわね <laughs> そんな感じ寝るけどおやすみー 1ニ人と色のめいちゃんハモリハモリめいちゃんじゃないとなかなかバチッと決めないやめっちゃ練習したもんいやジュリアとほんとに永遠に練習してた2人でしそこのポジションに誇りを持ってるからなかなかそんな簡単にはね 超えられちゃ困るよ <laughs> でもそれぐらいのプライドを持ってどのポジションも立ってます新月もそうだし <laughs> まあ新月はもともと別ポジションだったんだけどこっちの人だったんだけど大型バスに乗ってますだんだん道が悪いのでごっつんこごっつんこもうお酒は覚えてない でもいつかメンバーみんなで遠征に行くのが夢なのでまたね2回目があったらいいなっていう1回目の海外遠征以降は行けてないので行けたらいいなって思ってるからもし宝くじがあったらばねそういうふうに安らを使うかなって思います。 思います <laughs> じゃあそろそろ終わろうかな明日はタワーレコード渋谷店さん5階でリ,リリースイベントがあります18時半かなのでぜひ会いに来てくださーいちゃんハモリが好き明日会いに来てくれないといたずらします なので会いに来てねもしよかったら新宿ブレイズの方も行ってくれると嬉しいですサーラは、えっと、出ないんだけど予約は受け付けられるので今動員数で A か B かっていうの決まるのでもしよかったら新宿ブレイズ間に合うよっていう方行ってくれたら嬉しいなと思いますワンマン前ラスト対バンですぜひよろしくお願いしますということで以上バンドジャパン石川県の伝道師 S. ーラメイでしたバイバーイ いたずらしないじゃあ来てくれたらいたずらするおやすみいや今日はもう早く寝てもう今の時期点で早くないけど早く寝て明日はちょっと早めに起きて作業しますおやすみ